皆さん、こんにちは。今回はキューブ強化についての動画になります。キューブについての動画は1年ほど前に出しましたが、リロード速度と弾丸チャージキューブをレベル7まで上げればあとは自由で OK、という結論には変わりありません。ただその時から新しい育成素材の入手先であるソロレイドが実装されたり、新しいキューブが実装されたりもしているので、そこら辺の差分についても語っていきます。まずは軽くハーモニーキューブの基本から、ハーモニーキューブはストーリー進行で解放されるロストセクターで入手できます。各2ケに5つのキューブが装備でき、通常の装備と同じくステータスが上昇するだけでなく、キューブそれぞれに設定されているスキルにより、戦闘中永続でバフが付与されます。ハーモニーキューブはそれぞれ対応するバッテリーによって強化することができ、強化されたキューブは装備した時に上昇するステータスが上がるほか、そのキューブを同時に装備できるキャラが増えたり、スキルの効果が増えるといった恩恵があります。キューブのレベルと上昇する効果の表がこちら。この中で最も重要になるのがスキル1。キューブによって効果が異なるこのスキル1はキューブレベル3と7で効果が上がります。レベル3まで上げるのに必要な素材はかなり少ないので、強力なスキル1を持つキューブはとりあえずレベル7まで上げることが、目標の一つになってきます。スキル1の効果はキューブによって変わりますが、それ以外に上がるステータス、装備枠、スキルに有利高度アップの効果量については、すべてのキューブが共通で上がるようになっています。この強化素材であるバッテリーを手に入れる手段は3つ。まずはロストセクターでの入手。キューブが手に入るステージの後には対応するバッテリーが手に入るステージが置かれ、そこでは10個のキューブが手に入ります。10個しかもらえられずレベル2までしか上げられないので、ルブ3以降に上げるには他のコンテンツでキューブを手に入れる必要があります。次がユニオンレイドでの入手ですね。月に1回開催されるユニオンレイドでは、ボス討伐時の討伐報酬と、ユニオンレイド終了時点での順位報酬でユニオンチップが手に入れられます。このユニオンチップはショップで任意のバッテリーと交換できるので、一つのキューブを集中的に育成する手段としてはユニオンレイドが最良です。レベル10の最後まで完走すると討伐報酬の5790枚と順位報酬で3000枚はもらえます。なので大体4ヶ月くらいかけて一つのキューブを7まで上げることになります。順位報酬はそれほど違いがないので、所属するユニオンは結構カジュアルに決めても問題ないのがいいところですね。で、ユニオンチップの使い道は何もキューブ強化だけではありません。日課消化型コンテンツである解放で入手可能なキャラクターである、囚人の3人とピルグリムのニヒリスターのスペアボディと交換することもできます。現在性能的に活躍の機会があるのがニヒリスターとギルケの2人。ただどちらも運用に凸が必須になるという場面は少なく、交換に必要なユニオンチップの量もかなり多いので、性能目的の凸というよりキャラ愛的な意味で凸を進めている人が多い印象です。そのため主要なキューブを7まで上げてそれから凸目的に交換していくのが基本ですね。最後の入手先はこちらも毎月開催されるソロレイド。各レベルを初回クリアした時と2回目以降にクリアした時に、ランダムなバッテリーを入手することができます。ルブ7まで初回クリアし、その後毎日クリアすることで計72個のバッテリーが手に入りますが、実装されているバッテリーの中から完全にランダムにドロップするようで、9種類実装されている現状では狙ったキューブのバッテリーは、1回の開催で8個程度しか入手できないのがネック。ユニオンレイドのように1種類のキューブのレベルを重点的に上げるというよりは、広く薄くレベルを上げていく感じですね。チップを使わずそこそこ優秀なバッテリーのレベルを上げられるのは結構ありがたかったり、ちなみに入手していないキューブやすでにルブ10にしているバッテリーでも、問答無用でドロップするとのこと。この3つがバッテリーの入手手段となります。現状これ以外の入手手段はないので忘れずに参加しておきましょう。続いては各バッテリーの説明を行っていきます。まずは最優先で育てておきたい2つのキューブについて紹介します。1つ目がレリックベアーキューブ。第1スキルはリロード速度アップとかなりシンプル。効果量もルブ2で 22%、ルブ3で 29% と良好なのでこれだけでかなり強力なキューブなのが伺えます。リロードの回数が多い最後の弾丸系のスキルを持ったキャラクターや、素のリロードが長いキャラクターと特に相性がいいですが、リロード速度アップ相性が悪いキャラが存在せず、どんなキャラ武器でも安定した効果を発揮できるのも強みですね。二つ目がタクティカルベアーキューブ。効果は18発射時に弾丸チャージという効果でスキルルブ3では3発チャージされます。それだけ聞くと相談数 1.3 倍のキューブですが、この18発射時というのは効果で回復した弾を撃ってもカウントされるので、こんな感じで実際には大体相談数 ×1.43 倍発射できるようになります。
この後紹介する相談数上昇キューブは他の相談数バフに加算される形で増えていきますが、このキューブは最終的な相談数に乗算される形で増えていくので、オーバーロードの相談数アップ等の相談数バフと相性が良く、相談数を持ったキャラやリロード自体が弱点となるマシンガンと、かなり相性が良いキューブです。この2つのキューブは他のキューブと比べても明確に強力な効果を持っており、それぞれ別々の強みがあるのでどちらも7まで上げておいた方が便利ですが、問題となるのがどちらを優先してルブ7にするか。ここは本当に意見が割れる箇所ですが、個人的には弾丸チャージを優先したいかなと。リロード速度を優先する理由としてはやはり汎用性の高さですね。弾丸チャージだとルブ7まで上げても相性の悪いキャラはリロ速キューブをつける、といったことはありますが、リロード速度キューブを上げておいた場合、とりあえずリロード速度をつけていれば間違いがないので無駄がありません。弾丸チャージを優先するメリットはスキル1のレベルによる効果の差ですね。リロード速度キューブはスキル1が2から3になっても効果量は 7% 程度しか上昇しません。この差が小さいというわけではないのですが、弾丸チャージは相談数に換算すると ×1.24 から ×1.42 と約 20% の違いになるので、効果量の上がり方という面で見れば弾丸チャージの方が差が大きくなります。優先度の考え方はこんな感じですね。どちらを優先しても間違いということはないので自分の好みで選んでしまって OK です。では他のキューブを解放順に見ていきましょう。まずはレリックアサルトキューブ、スキル1の効果は命中率アップですね。このキューブが有効なのは主にショットガンを所持したキャラクター。基礎命中率が低い SG との相性はいいのですが、問題がその効果量。ルブさんでも大した命中率の向上が見込めないので、素直にリロード速度や弾丸チャージを積んだ方がダメージが伸びる場合が多く、あまり使いどころはありません。ただこの命中率アップはモダニアのスキル2のトリガーにもなるので、オバロで命中率アップを積んでいないモダニアはこのキューブを積んだ方が、ダメージが上がることもあるのでオバロがまだの方はぜひ試してみてください。あとは効果は薄いとはいえ雑につけて効果があるキューブでもあるので、私は攻撃力にあまり頓着しないリターやボリュームなどにつけていますね。入れ替えることも少ないので結構便利です。こんなところですね。次がタクティカルアサルトキューブ、効果はチャージダメージアップです。このキューブはただでさえ効果が薄いチャージダメージバフになる上、その中でさらに効果量も低いので使う機会がほとんどないキューブです。今後クログレンのようにチャージ倍率が低く他の倍率が高いキャラが出てくると、もしかしたら使うかもという感じですね。3つ目はちょっと飛んでレリックブーストキューブ、チャージ速度キューブです。こちらは先ほどのチャージダメージ以上に上昇量が低いですが、攻撃の頻度自体が上がる分スキルの発動頻度を増やしたりする目的で、チャージ系の武器であればとりあえずつけておけるキューブです。とはいえ効果が 2% とかなり低いことには変わりなく、このキューブでどうにかするというよりは、オバロなどのチャージ速度アップで足りない分を調整するという役割で使うことがメインです。次にタクティカルブーストキューブ、効果は相談数アップですね。弾丸チャージキューブと似た効果になりますが、ルブ3まで上げた時の効果は弾丸チャージキューブの方が高く、さらにオーバーロードなどの相談数アップに加算されるように増えるので、基本的に効果には弾丸チャージより低くなってしまいます。ただし初期相談数が18以下のスナイパーやロケランでは、このように1マガジンで撃てる回数がバラバラになってしまうので、手動操作する場合は相談数キューブの方がやりやすいという人もいますね。ちなみに相談数バフの小数点以下は死者誤入される関係上、ルブ1からルブ2ではスナイパーやロケランの相談数の増加はありません。ルブ3キューブルブ7まで上げないとなかなか効果を実感しにくいので、そういう意味でも育てるのはリロ速とダンチャの2つを先にしたいですね。ここからは前回の動画投稿後に実装されたキューブ。まずはレリッククオンタムキューブ、効果はバーストゲージのチャージ速度アップです。バーストゲージのチャージ速度というとアリーナなどでかなり強力と思われがちですが、このキューブには3つの欠点があります。1つ目が上昇量が低すぎるという点。このキューブはルブ3でも 4.6% の上昇で、マシンガン1000発かかっていたところが955発になるといった程度の違いでしかありません。さらにこのゲームのバーストゲージは基本的に5人全員が攻撃することでチャージするので、キャラ1人のチャージを伸ばしたところでたかが知れています。操作ができるのであればチャージ武器の速射でゲージ回収を行えますし、このキューブで大きくゲージ周りが変わるといったことはありません。では完全にオートでバーストゲージの溜まりが重要なアリーナではどうなのか。確かに微妙にゲージが足りないという状況での調整役としては優秀ですが、このキューブのゲージ上昇効果はロケランの通常攻撃には効果を及ぼしません。現状アリーナではロケランがバーストチャージの要になっているので、アリーナ目的にこのキューブを育てる場合はこの点には気をつけておきたいところ。
ジャッカルのスキル1などのスキルによるチャージには乗るらしい。グレンや分割 SG キャラ、ニヒリスターなどのロケラン以外のキャラにつけたりする分には、ゲージの調整ができるので、明確な目的を持って入れるのであれば、優秀なキューブなんじゃないかなと。では次はレリックビガーキューブ、効果は最大 HP の上昇ですね。26章クリアと解放がかなり遅いですが、このキューブはリロード速度、弾丸チャージに続いて汎用性が高いキューブです。基本的にこのゲームでの耐久は HP で耐えるので、純粋な耐久力の増加が狙えるのはもちろん、ヒーラーの回復は基本的に自身の最大 HP を元に回復量が決まるので、ヒーラーにつけることで回復量の増加も見込めます。なのでヒーラーにはとりあえずつけておいて損はないキューブになっています。アリーナ目的ではこのキューブを育てている人が一番多い印象がありますね。最後のキューブはレリックエンデュアーキューブ、効果は防御力増加。防御力増加と聞くとかなり不安になりますが、実際のところ効果量が高いので、そう悪いキューブではありません。試しに私の環境で防御力キューブがどの程度の効果を発揮するか試算してみます。同条件での防御型ロケランの防御力と各タイプの攻撃力を比較するとこんな感じ。そこから軽減率と HP 上昇に換算した時の効果を計算した結果がこちら。結果としてはスキルルブさんの防御キューブを防御型ロケランにつけた場合、同レベル帯の相手であれば概ね HP 上昇キューブより耐久力は上がるという結果に。素晴らしい結果ですがこれには3つ罠があります。一つ目が防御力と敵攻撃力の関係です。防御力が低くなるおは敵攻撃力が高くなるほど防御キューブの影響は小さくなります。レベルやオバロなどの育成が同じ場合は大体こんな感じの軽減率になりますが、相手の方がレベル凸オバロなどが進んでいる場合、攻撃力と防御力の差が大きくなり、防御力アップの効果が落ちてしまいます。逆に言うとこちらの育成が進んでいる場合、防御力アップの影響は大きくなるので、自分の育成状況に応じて育成を考えるのがいいですね。二つ目の罠が攻撃力バフをかけられた時に防御力バフの影響も低くなること。オバロのオプションやレッドフードのバフなど、対人戦では攻撃力バフが結構多いです。同育成体でも火力型に約 40% の攻撃力バフがあると HP キューブの方が優秀になってくるので、どの場面でも安定して効果を発揮するというわけではないことに注意ですね。弱点こそありますが強い場所では優秀な効果を発揮してくれるキューブなので、育てるのも悪くなさそうというのが個人的な感想。ということで現在実装されているキューブはこんな感じです。最後はキューブをレベル10まで上げるかどうかについて、弾丸チャージかリロード速度のどちらか片方、個人的にはリロード速度キューブは10まで上げた方がいいんじゃないかなと。まずキューブのレベルとステータスの関係がこうなっています。基礎ステータスの上昇自体はレベル10まで上げられるレベルだとそれほど大きくないですが、8以降では装着人数が4から6人になり、スキル2の有利高度も 8% から 12% まで上がります。装着人数が増えるのは純粋に便利ですが、10まで上げる価値はこちらの有利高度アップですね。4% とはいえ有利高度アタッカーが増えてきた昨今。この 4% の違いがソロレイドの数千万の違いに変わったり、キャンペーンで有利高度アタッカーを採用する理由になったりもするでしょう。キューブは確実に差が出てくる部分なので、この 4% に価値を感じるのであればさっさと10まで上げた方が得だと思います。上げる場合はリロード速度かなと、最近ではティアナガの実装によりアリスもリロード速度をつけることが増えたり、単純にリロード速度と相性がいいアタッカーが増えたってこともあるので、有利高度の増加を活かすのであればより汎用性の高い方が良さそうかなと。来月でニヒリスターの探索から1周年、次の探索キャラが追加される可能性もあったりで、たらればを言っていくとキリがなくもありますが、とりあえず強力にするだけ得なキューブは多いリソースを吐くに値する装備なので、ぜひ強化していきましょう。ということで今回の動画は以上。ご視聴ありがとうございました。高評価コメントいつもありがとうございます。励みになってます。それではまた次回お会いしましょう。